あるいは言う。ただ人道のみに諸仏出生数。さらに予報予道には出現せずと思い。仏様っていうのは人間の世界にだけ出てくるのであって、それ以外のところ、予報予道には仏様は出てこないのだと思っているが、そういうのなら仏様がいらっしゃるところは皆人間の世界だけなのか。そんなことはないだろうと。そんなことを言うのは人仏の唯我独尊の道徳なり、人間の独りよがりというものだ。人間はやっぱりね、自分に都合のいいようにしか考えないから、仏様っていうのは人間の世界にしか出ないと、こういうふうに考えるんですけどね。さらに天仏もあるでしょ。天界の仏様もあるだろう。仏、仏界の仏様もあるだろう。諸仏はただ人間のみに、これは本来なら人間と読むべきでしょうね。人間の間、人間のみに出現すと言わんは、仏祖の道王にいらざるないと、仏祖の建物の一番奥、奥の院に入らぬもののことだ。祖僧曰く、祖師方は言われた。釈迦尼仏、化生仏より消防を諸伝世師より、お釈迦様は、前の仏様、化生仏から消防を伝えられてから、徒卒天に行き、徒卒陀天を消し、徒卒天に行って、徒卒天の天、諸天を強化して、今にあるありと、今もそこにいらっしゃる。まことに知るべし、人間の釈迦は、この時滅度元の毛をしけるといえどもと言いますのは、80歳でお亡くなりになった時に、死ぬという姿を表して最後に人間を強化せられたけれども、その後上天の釈迦は天界に上って、今も天界においでになる。そして天界の諸天を強化していらっしゃると祖師方は言われている。学人知るべし、人間の釈迦の千遍万華の道諸あり。人間のお釈迦様の言葉にも千遍万華の言葉があり、行種行動があり、接着説法があったが、それは人間一宮の方向現随、人間世界の一宮で光を放ったり気髄を表したりしたに過ぎない、ほんのちょっとの姿を表したに過ぎないのだ。愚かに上天の釈迦そのけさらに千本万門ならん知らざるでからず。愚かにも天に昇られたお釈迦様の教化はもうそれ以上もっと素晴らしいものであると知らないのは愚かであると。そうでしょうね。私たちはお釈迦様は紀元前383年インドでお亡くなりになったとしか考えないんですけれども、実はお釈迦様は今でも生きていらっしゃるし、ちゃんと天においでになると祖師方は言っていらっしゃる。お釈迦様の80年のご生涯というものは人間の世界の一隅でほんのちょっと光を放ち気髄を表されたに過ぎない。その仏様を人間の世界に出現せしめた力、あるいは存在というものを考えれば、お釈迦様っていうのはほんのちょっとの現れに過ぎないですよね。だって仏教じゃ阿弥陀様って言ったり薬師如来と言ったりさ、いろんな仏様がいらっしゃるわけでしょう。だからお釈迦様だけじゃないですよね。仏々昇殿する、
仏様が仏様へと伝えてきた大道の断絶をはるかに超越して無始無終の時をさらに脱落したような宗教は、それは一人仏道のみである。無始無終の時をさらに脱落したなんていうか、すごいですよね。我々はそれに比べるともう時間というものにべっちり縛られているんだよね。一人仏道のみに正伝せり、自由の書類知らず聞かざるくどくなり、こういうことは仏道以外にはない世界だよって。行仏の設計するところには、行仏が教化をなさるところでは、師匠でない主上もいるし、天上人間北海等でない世界もあるだろう。行仏がその意義ありようを我々に見せてくれる時には、天上人間の眼を用いて見たりしてはならない。つまりその我々人間の目で見たり、人間の情量心ですね、そういう心で、見たりしてはならない。そういうもので測ろうとしたりしてはならない。実証三賢と言われた人でさえ仏様のことはわからないのだ。ましてや人間どもがわかるわけがない。人間の量は単少であるから、人間の寿命なんてものはわずか80年か90年だとしたら、敷地も単少、寿命短足なるものは資料も短足と、こうなかなかうまいこと言ってますね。たった80年ぐらいしか生きられんやつは資料も短いに決まっている。いかにしてか行仏の意義を識量せん、どうして行仏の意義を測ることができようか。お釈迦様でさえ80年で亡くなったんですからね。イエス様は30そこそこで死んじゃった。まあキリスト教も非常に面白いと思うけど、やっぱりイエス様が31ですかぐらいで、亡くなられたっていうことは、キリスト教という宗教に非常に大きな影を落としていますよね。だからどっかこう殉教的ですね、キリスト教の人は。そこ行くとお釈迦様は80で、背中が痛いなんて言いながらお亡くなりになったんだから、もう我々はもうずっとこう近い感じしますよね。それでお釈迦様の年までは生きなくちゃなと思い、お釈迦様の年を超えると申し訳ないなと言いながら、90になってもまだ死なないなんてのも言いますよね。でもこういうのはいいですよね。さて237ページですね。説法山真覚大師自習して曰く、自習に曰くでもですね、三世の諸仏火炎理にありて大法輪を転ず、原社員宗一大師曰く、火炎三世の諸仏のために説法すれば、三世の諸仏立地して聞く。円護禅師曰く、まさに家に孔子郎氏と猿ですね、これ猿は白い、さらに孔黒氏というあり、五感陶器神出鬼没烈焰豪天仏法を説き、豪天烈焰法仏を説く、風前宣断す葛藤家一言間髪ゆいまきつ。今三世諸仏というは一切諸仏なり、行仏すなわち三世諸仏なり、十方諸仏ともに三世にあらざるなし、仏道は三世を特に格のごとく切人するなり、今行仏を尋ぬるにすなわち三世諸仏なり、たとえ地うなりといえども、たとえ不地うなりといえども、必ず三世諸仏なる行仏なり、しかあるに三味の古仏
同じく三世諸仏を道徳するに格のごとくの道あり、しばらく説法の言う三世諸仏火炎理にありて大法輪を天図というこの道理習うべし。三世諸仏の展望輪の道場は必ず火炎理なるべし。火炎理必ず仏道場なるべし。教師論じ聞くべからず、下道二条知るべからず。知るべし諸仏の火炎は書類の火炎なるべからず。また書類は火炎あるかなきかとも証拠すべし。三世諸仏の在火炎理の気になろうべし。火炎理に所在するときは火炎と諸仏と親切なるか天祖なるか、恵尚一女なるか恵方消防なるか、恵尚道場なるか恵尚同格なるか、天台亡輪は天時天気あるべし、うぬんと。そこまでね。説法山神格大師、これは南に説法ありと言われた、今日我々は臨済というお坊様が、臨済宗ですよね、臨済宗の一番偉いお坊さんだというふうに考えます。しかし中国ではこの説法と雲門というのが二大巨峰でありまして、その間で霞んでいたのが臨済だそうです。入谷義孝という先生はそういうふうに言っていらっしゃる。でその説法のお弟子さん雲門と玄奘という二人いた、この人のことです。説法山神格大師はこう言われた。三世の諸仏は火炎理にあって大法輪を転じておいでになると言われた。それに対して、説法の弟子玄奘師尾はこう言った。火炎が三世諸仏のために説法をすれば、三世の諸仏は立地してそれを聞いておる。火炎の中で法輪を転じているんじゃないんだと。火炎が説法し、それを三世の諸仏が路地に立って聞いていらっしゃるのだと言った。さて、第三の仏家援護禅師はこう言った。まさに家理こう白しと、一人は猿が白いと言い、もう一人は黒いと言った。五感陶器、互いに相反することを言っているが、お互いに、機微を得てる。陶器、木に通ずで、反対のことを言っていながらピタッと一つにはまっておる。神出鬼没、烈焔豪天、激しい炎が天に連なり、仏が法を説き、豪天烈焔、法が仏を説いておる。風前に先断す葛藤か、人間のこだわりを一刀のもとに裁断している。一言のもとに看破している唯魔吉、唯魔の趣があるとこう言った。今三世の諸仏というのは一切諸仏のことだ。行仏というのは三世の諸仏のことだ。十方の諸仏は皆三世でないことがないのだ。過去未来、過去現在未来、三世にわたっての仏様ですね。仏道は三世というものを格のごとく時々尽くしておる。今行仏ということを尋ねるのに、すなわち行仏とは三世の諸仏である。たとえ自覚していようとも、知うなりといえども、自覚していようとも、たとえ自覚していまいとも、必ず三世諸仏なる行仏である。ところがこの三人の古仏は同じく三世の諸仏を道徳言っているのに、格のごとく言い方が違う。説法の言う三世の諸仏は火炎理にありて大法輪を転ずという、この道理をまず習ってみようではないか。三世の諸仏の展望輪の道場は必ず火炎理である。
火炎理は必ず仏の道場であるべきだ。こういうことは教師論じは聞いたこともないし説明もできない。下道や二条が知っているはずがない。知るべし諸仏の火炎はその辺にある火炎とは違うはずだ。またその辺にいる者たちに火炎があるかどうかということも考えてみなくてはならない。三世の諸仏の火炎理の懸疑をなろうべきである。火炎のうちにあるときは火炎と諸仏と親切近しい間柄なのか、それとも疎遠なのか、それとも恵尚一女二つのものが一つなのか、それとも恵方正母別々なのか、それとも恵尚道場一本につながっているのか、それとも離れ離れなのか、それをよくよく考えてみなさいというわけですね。久松真一先生は火炎理に身を横たうということを言われましたけれども、久松先生が言われたのは、久松先生という方は私お目にかかったことはありませんけれども、非常におしゃれなお方でありまして、その説法されることも生き方も日常の生活も非常になんかスマートなところなんですね。でありますから、自分のこう考え方をポストモダニズムと言われました。これはかなり以前から言ってらっしゃったことで、ポストモダニズム、これは、英語としたらちょっと面白い言い方ですね。モダニズムの後に来るものってことですかね。でそのモダニズムって何だって言えば、これは中世、近世、近代で、今は近代の中にありますでしょ。で久松先生が言われているのは、この近世と近代というもので、中世は火に焼かれたっていうわけです。火に焼き尽くされて、その後に何が来るか、それとまた中世が、普通こんなことは考えないよね。中世は近世の火に焼かれたと、そして、現代というものがこうあると思うんですけども、そうじゃないんですね。だから中世というのは歴史的中世じゃないんですね。中世の暗黒とかそういうことじゃないんだけども、しかしやっぱりそういうことでもあるんですね。だって中世を通ってこなきゃ近世も近代もないんだからさ。だけども、歴史的に中世だった、つまり日本で言えば、鎌倉時代とか室町時代とか戦国時代とか、こういうふうなところを通ってこなければ、戦国末期江戸というものは出てこないですね。それで近世といえば近世批評精神と言いますから、それは西洋でも東洋でも批評するということ、A と B とこう比べていい方を取る、まあ、これは利益誘導型ですね。だって秀吉にしたって家康にしたってみんなそうですよね。利益誘導型だよ。どっちかこう比べていい方を取る。家康なんてもともとは今川の人質に取られたんだし、今川の娘もらったりしたんだから、そちらに立つかというと彼は信長の方を取るわけですね。でもすぐ従ったわけではない。信長と戦争もしてますよね。そして対抗している信長に家康というものを認識させるわけだよ。しかしすぐ信長から家康には来ないんですね。その間に秀吉という巨大な存在がいるわけだ。そうすると今度彼はそちらへこう乗り移るわけだ。こういう批評精神の権限みたいなのは家康ですね。でその後に近世というものが来るわけですね。そして明治維新が来まして近代というものが始まる。こう近代というのはヨーロッパですよね。で近代が始まってからの日本人というのはもう生活からものの考え方からもう完全にヨーロッパ人ですね。だ日本人は何と思ってるか知らないけども、その今の日本人というのは完全にヨーロッパ人と同じだ。でもそれじゃあ日本人じゃないんですね。で多分久松先生がお考えになったのは、
その中世というものは近世と近代で火に焼かれてなくなってしまったけれども、その後にその近代のお化けみたいな、日本人とも言えずヨーロッパ人とも言えないような人間が出たんじゃ困るわけですよね。そこでポストモダニズム、そういうものの後に来る時代、名前の付けようがないからポストモダニズムって言われた、そういうものを目指しておられた方ですね、久松真一先生は。さて、それが実現できるかどうか、まあ、それはもう一つの大きな問題でありますね。近代そのヨーロッパの文明というものが明治以後日本に入ってきて、我々はもうそれなくしではこう生活ができない、ね、かつては井戸の水を飲んでいたやつは今水道の水を飲み、電気がなくては火も起こせない、ガスがなくては炊事もできない。それが全部一遍止まったらどうなるか。火炎理というのは中世を滅ぼしただけじゃなくて近世や近代も滅ぼす火炎というものがあるはずですよね。まあ、そんなでっかい問題じゃなくて、自分自身を滅ぼす火炎というものだってあるはずですね。で、一遍そういうところを通ってこなければ、本来の自分というものは発見できないというのは久松先生のお考えだったと思いますよ。そうすると問題は、皆様や私にとっての火炎というものは一体何だろうかっていうことだよね。さっき名前出しました元舎シビという人は、死ぬ時熱病にかかって死にました。日本で熱病にかかって死んだのは平清盛ですね。もうそれこそ元舎シビという人は出家の動機といいね、それから死に様といい、全くあの人は地獄そのもので、だから柳田清山先生は元舎地獄と言ってますよね。まあ本当に一生地獄しょったような人なんです。最後は熱病にかかってものすごく苦しんで死んだ。そうすると弟子が、あなたのように修行を積んだ人がなんでこんな病気にかかって苦しまなくちゃならないかって言ったら、わし一人がそういう地獄の中にいるわけじゃない。世の中の人間全部その火の中に焼かれている。わしのように修行し悟った者でも格のごとく苦しむのだから、お前たちに至っては大変だぞと言って死ぬんですね。まあ死ぬ時に死にとうないと言った偉いお坊さんいますよね。それで、弟子が最後に何か一句をって、もうこの弟子も厚かましいやね、死にそうになってる師匠を捕まえて最後にちょっと一言いいこと言うてくださいって言ったら、死にとうないって。それじゃあちょっと話になりませんのでね、また聞くわけですよ。あれちょっと困りますので何かいいこと言ってください、ちょっと死にとうない。最後にいよいよ死にそうになったんで、もう本当に一言って言ったら、死にとうないものは死にとうないって言って死んだんだよ。それから他のお坊様は死ぬ時非常に苦しんでいらっしゃって、こう死ぬということは考えるのと実際とはえらい違いだぞって言って、こんなに大変なものはないんだからお前らもよう考えにはいかんぞって言って死なれたりね。もうそれぞれに火炎というものを持ち、地獄というものを持っているわけですね。この間私が大学院に入りました時に教わりました宮本正尊という先生がお亡くなりになりまして、お葬式ありました。で、お葬式本郷の新城寺というね、大谷派のお寺でお葬式ありまして、そこへ行ってまいりましたけども、その前大仏の佐藤春子さんという奥様ね、お亡くなりになって、これはお葬式行かれないのでお通夜に行きましたけれども、佐藤春子さんという方は大仏様を守って、もうほとんど一歩も、つまり外へ出ないということはないんですけれども、大仏様の佐藤先生の奥様になってそこを守られて、あの方は寺の娘だから、そこへ養子に来られたのが佐藤先生、三尾先生ですね。だから彼女はもう自分が生まれたところで大仏様を守っているわけだ。そして一生その仏法というものを大切にされて、それでお亡くなりになった。朝旦那さんがお経を読んでいる時に倒れられて、それから1週間もう眠るがごとくして亡くなられた。
もうそれは見事なコロリ往生ですね。まあ、僕らは、単純な男ですから、ああいう死に方なさるとね、もうその前にいろいろこうあっても、そんなことはみんな忘れちゃってね、いやいい往生で大したもんだなと思う。宮本先生は老衰してお亡くなりになったから、こう2つ行ったわけですよ、お葬式ね。いや、もっと行ったんですけど、他のもね。宮本先生のお葬式というのは、それはもう天下の大学者、仏教学者みんな集まってね、みんなでもなかったですね、来るはずの人が来なかったりね、まあ来ても来んでもいい人が来ていたり、見てるといろいろなんですけど、で見ていてこう、お葬式がどっちがいいっていうのは変な話ですけども、どっちのお葬式が良かったかっていうのが、佐藤春子さんのお通夜の方が良かったですね。まあ条件といい、もうあったかかったしね、お月様は出てたしね、風は吹かないしね、まあ来るは来るはね、もうそのね、そのお坊さんとか学者が来るというんじゃないんですね。もうつまり名もなき庶民が来るわけですよね。それが続々やってきて、亡くなってから1ヶ月2ヶ月かしてもまだ続々来るんですね。帰ってくる時にね、こう背中やらこの辺がこうあったかくて、自然にこう声が出てきて、まあなんといういいお葬式というのと、宮本先生の風が吹いててね、いやそういうなんていう感じとなっちゃうんだな。もうどっちがいいかって言ったら、やっぱ前の方が良かったですね。でもどっちにしても、まあでも佐藤春子さんの場合は、火炎日にこう息を引き取ったっていう感じじゃなかったね。穏やかな風のない夜、その菊の香りに乗じて浄土へ行かれたっていう感じだったですね。人間やっぱり自分が死んだ後、葬式のことまでよう考えて死なにはなりませんね。死にゃおしまいだからさ、それ寂しかろうと風が吹こうとね、どうでもいいんだけども、柴山善慶老師のお葬式の時はもうすごい大雨でね、これは南禅寺の館長様が お葬式の時にはもう雨が降るってこう決まってる。この間どうだったんですかね、あの方の時は。それは私東京から行ったんですけどね、京都の駅を降りてタクシーに乗ったらね、いいお天気でね、いや芝山老師の時はちょっとこれは意外にも違ってたななんて思ってたら、なんとこれがタクシーが南禅寺に近づくに従ってね、雲行きが悪くなるんでびっくりしましたね。それでひょいっと見たら南禅寺の上だけ黒雲があってね、いやーふるふるもう車軸を流すような雨、あれはびっくりでしたね。もうそういうこうジンクスは破れなかったね。でみんなびしょ濡れになって、お葬式も、老子の徳をこう慕った人ばっかり集まったお葬式でしたね。もうなんかこうわかるんですね。だやっぱり仏教というものをこう学問だけでこう捕まえて、自分のお寺は宮本先生はもうほったらかしになさって東京にずっと出ていらっしゃると、僕はあまり大きな声で言えないけど、そういうのは良くないと思うんだな。お寺にこう生まれて、そのお寺の住職は辞めない、こっち出てきてるんだったらお寺は辞めてそこに若い立派なお坊さん入れるべきだろうと思うんだけど、それはなさらない。でそういうふうだとこうお亡くなりになって一月経っても二月経っても一年経っても、忘れないというふうなこう慕われ方は多分しないだろうと思いますね。だから人間立派になるのはいいけども、やっぱり大勢の人に慕われるようなこう死に方したいですね。もうどうせこう生きてる間ろくなことはしないんだから、死んでからぐらいね、みんなに慕われる、生きてる時も慕われて死んでからも慕われて、それで天に昇ってまた狂気するなんてのはすごくいいけど、そうはなかなかいかないよね。まあそんないろんなことをね考えさせられましたね。そして火炎日ということを本当にね考えさせられた。